よくやったわね、旅人、タイモン。それと、ありがとう、ドニアザード。私のために、家臣探祭を開催してくれて。あなたは、ドニアザード!無事だったのか!オイラたちを脅かすなよ!ああ、旅人にパイモン!ちょっと聞いてよ!私ね、夢を見たの。夢の中で、ミーローが家臣の舞を踊ってたのよ。お前、実はナヒーダなんだろう。通りで家臣探祭の会場で会ったとき、キャサリンの様子がおかしいと思ったわけだぜ。それと、ドニアザードのことも。お前が助けてくれたのか?それは話すと長くなるわ。それに、今は病人の休息を邪魔しない方がいい。彼女の精神はまだ、とても衰弱しているから。場所を変えて話しましょう。旅人の大好きな、あのベンチの近くでいいかしら。新探査の最後の日、私はあなたたちと別れた後、シティの外に行って、旅人が話していた光景を見てきたの。無数にある無境の中、だんだんと薄れていく夢を見つけたわ。それは、私の推測を裏付けるものだった。ドニアザードがアーカー社による夢の搾取に完全に耐えられなくなった後、その意識は散逸してしまった。だけどそのおかげで、逆にアーカー社の掌握から逃れることができたの。でも、わずかに残った意識も長くは続かず、本来自分があるべき夢へと戻る。そしてそれは、無境と共に薄れていくの。消失してしまうまでね。私は全力で、ドニアザードの無境を維持したわ。けど、長くは持ちそうになかった。その時、あなたたちがリンネを破ってくれたの。つまり、オイラたちが一緒にドニアザードを救ったってことか。最後の最後で間に合ったんだな。あら?どうして二人とも嬉しそうに笑っているの?こういう時は感動で涙を流すものだと思っていたけど。もっと観察を続けないといけないわね。どっちでもいいんだよ。そういうのは人によるんだ。さて、それ以外にも、まだ多くの疑問があるんじゃないかしら。あなたたちは私の敬虔なる信徒を救ってくれた。そのお返しに、私もすべての答えをあなたに与えるわ。旅人は、アビディアの森にいた時、お香の影響で気を失ったんだ。その時、巨大な木と赤い空を見たって言ってた。それに加えて、一人の声が聞こえた。そうでしょ?キーワードは世界と忘却かしら。そうそう!やっぱり知ってたんだな!ずっとそれが何なのか聞きたかったんだ。赤い空って、カンルイヤと関係してるのか?どうやら旅人は
世界樹とつながったようね。それは世界樹の中にあるマハールッカデバータの意識の残骸が残したメッセージ、もしくは彼女が死ぬ間際の最後の記憶かもしれないわ。知っていると思うけど、マハールッカデバータはカーン・ルイアの最悪の後に失踪したの。だからタイミング的には合っているし、あなたたちの疑いは理にかなっているものよ。マハールッカデバータが残したメッセージ？オイラたち、てっきりあのキング・デシェルトの方かと思ってたぞ。キング・デシェルト、あのさらに前に亡くなった魔人。今もまだキング・デシェレトを信仰している砂漠の民がいるから、きっとそういう噂を耳にしたのね。そうなのか。じゃああのメッセージの内容はどんな意味だったんだ？私にはまだ解読できないわ。たとえ今のアーカー社が持つ能力を使ってもね。マハールッカデバータが世界樹に残した意識はまるで汚染されているかのように非常に危険な気配を含んでいる。たとえ修行を積んでいるあまたの学者たちでさえそれに意識をつなげると完全に狂ってしまうの。私が何度も教令院に警告しているにもかかわらず、未だに被害者が後を絶たないわ。でも世界樹を救う鍵がその中にあると私は信じている。だからこそその解読を諦めてはいないわ。幻覚で見たあの木が世界樹だったのか。ティナリも言ってたよな、世界樹が病気になったって。もしかして汚染された意識のせいなのか。でもお前ですらあの幻覚の意味がわからないなんて、オイラたち無駄足だったってことか。旅人はあの意識に触れても全く影響を受けなかった。そんな人は初めてよ。あなたがいてくれたら、もしかしたら解読することができるかもしれない。 いえ、私たちは必ずその中にある秘密を解き明かさなくてはならないわ。実はすでに世界樹に影響を及ぼしているかもしれない要素を全て排除してあるの。だから残るはこの一つだけ。これは世界樹のテイワットの存亡をかけて挑戦するクイズよ。教令院によるスメールの統治に大きな問題は一度もなかった。彼らが正しい方向から逸脱したのを見たのはこれが初めてよ。一体何が起きたのか、何の目的があって彼らをそうさせたのか。ここにいる人々はほとんど異変に気づいていないけど、旅人が過信探索の輪廻を破ってくれていなかったら本当に深刻な事態になっていたかもしれないわね。私もアーカー社を通して調査したけど、疑わしい資料は何もなかったわ。主要な人物もアーカー社端末をつけていないようね。おそらく彼らは意図的に何かを隠そうとしている。そういえばガンダルバー村にいた時、一人の賢者がティナリをあるプロジェクトに誘ってたけど、まさかそのことだったのかな。とにかく賢者たちの意図を調べ、それを正して罰することを優先しなくてはならないわ。それと同時に藪をつついて蛇を出さないよう気をつけないと。アーカー社のせいで夢を見ないことかしら。そうだぞ、こんな長い間誰もおかしいって思わなかったのか。気づかないのではなく気にしないの。根本的な原因は賢者たちによるミスディレクションよ。ミスディレクション？賢者たちは人々に夢を見ないことが理性と英知の表れであり、スメール人の栄誉だと思わせているわ。けれど実際はただアーカー社によって夢が収穫されているだけ。賢者たちはそのおかげでアーカー社を最大限に利用することができ、過去の研究を
よりスムーズに進められるようにした。それに当時マハールッカ・デバータがアーカーシャを創造したのも、それを有効に使ってほしいと思ったからに違いないわ。だから私はこの件に対してこれといって大きな異論はなかったの。こうして賢者たちの主張する考え方は疑いの声をかき消した。ひいてはアーカーシャ端末を一度も使ったことがなく、夢を見られるスメール人さえもそれを口にしてはならない恥だと思うようになったの。そう、私の回答が窮地者であるあなたたちに満足してもらえることを願っているわ。実はドニアザードの消えかかった無境を維持していた時、私の精神力にも大きな負担がかかってしまったの。だから少し休まないといけないみたい。その間賢者たちの行動はそれほど心配しなくてもいいわ。過信探査のリンネのような大掛かりなこと、アーカー社が短期間で二度も行うことはできないから。おう、寝てていいぞ。オイラたちが見守ってるから安心しろ。頼もしいわね。こんなに疲れた誕生日は生まれて初めてだったわ。ん？旅人さん、パイモン？私はどうしてここに。何か知っていますか？無用ってやつじゃないか。ほら、無用してる人を呼び覚ましちゃダメだって言うからな。オイラたちはここを通りかかってお前が起きるのを待ってたんだ。そうだったんですね。そろそろメンテナンスの方を探さなければ。あ、大丈夫です。私はすぐに戻りますので。ありがとうございました。そういえばオイラたちスメールシティに随分いるけど、ナヒーダと別れてからずっと音沙汰がないよな。このままぼーっと待ってても仕方ないし、キャサリンのところで依頼でも受けて何かした方がよくないか。星と深淵を目指せ。お二人ともまたお会いしましたね。キャサリン、何か俺たちにいい依頼はないか？依頼ですか？そうですね、本日の午後教練院で行われる学術報告会にて愛の詩を読む、こんな依頼はいかがでしょうか？なんて。さらに詩を読んだ後の皆さんの反応も写真機に収めてきてください。なんでそんな依頼があるんだよ。そうですか、どうやらこの依頼はお気に召さなかったようですね。でしたらオルモス港にいるエルマイト旅団の団員を孤児院で働くように説得してきていただけませんか？なんだよそれ。ええ、傭兵たちの反応もきっと面白いものになるでしょう。ちょっと聞きたいんだけど、これってどんなやつからの依頼なんだ？依頼人ですか？実は単にあなた方がこういうことをするのを私が見たいだけです。もうバレちゃった。実際に依頼を引き受けてくれるのを期待してたのに。人間観察をする絶好の機会だわ。ナヒーダだったのか。オイラもキャサリンがそんな変な冗談を言うわけないって思ったぜ。ナヒーダ、いつの間にキャサリンの意識に入ってたんだ？うん、星と深淵を目指せからかしら。それ初めからってことじゃないか。それでお前もう十分休めたのか？
ええ、前にあなたたちと別れてからずっと深い眠りについて長い夢を見ていたわ。やっぱり過信探査の夢だったけど、今回のはいい夢だった。夢の中で私は花壇の中央に座っていて、スメールシティの人々が手をつなぎながら私を囲んでくるくる回っていた。みんな楽しそうだったわ。私は飾り付けられた巨大なフロート車の上で、花の騎士ファーリスに高く抱え上げられて、子供たちにヤルダーキャンディーを投げてあげていた。ナヒーダ、もしかしたら本来の過信探査はその夢と同じ感じだったのかもな。みんな楽しくお前の誕生日を祝って。あら、私はとても楽しい夢の話をしているのに、どうしてそんな表情をするの？もしかしてこれが同情というもの？いやいや、同情だなんてもっとかわいそうに見えちゃうじゃないか。ナヒーダ自身が悲しくないならそれでいいんだ。そういえばドニアザードの様子は見に行ったか？今あいつどうなってるんだ？あれからフォーマイ家の人が部外者の立ち入りを禁止したせいで会う機会がずっとなかったんだ。ええ、目覚めた後彼女のお見舞いに行ったわ。その時はちょうど休んでいたようだったけど、病状は安定しているとはいえ、人の身に生じる死域ともいえるマリン病は、世界中の誇張問題を解決しない限り根本的に治せはしない。でも今の状況からすれば、賢者たちが何をしているのか、何を計画しているのかをはっきりさせることが最優先よ。おお、万が一過信探実のリンネみたいな事件がまた起こっちゃったらどうなるかわからないもんな。ええ、賢者たちを調査し計画を阻止することを一番に考えましょう。具体的にどうするかは場所を変えて話した方が良さそうね。ここは冒険者がたくさんいるからだな。冒険者たちのみんな、悪いけど看板娘のキャサリンはオイラたちがちょっと借りてくぜ。